たくさんマジで倒しちゃったんだね。そう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 。倒しちゃったんですよ。そう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 。なのでまた次回、この間のクルルヤックさんみたいに、一回取り直さないといけないですね。第一戦、ヤンギさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。うわぁ、これは難しい。その後ね、何回も持て遊んであげてね、今上から下までキリン装備になっちゃいました。だキリン装備でキリンを倒すっていう、感じになっちゃいそうですね、次回ね。もやさん、しかも初見当型でしたですね。そう、ただね、視聴者さんと一回、ワンセット回らせていただいたりしてたので、なんだっけな。一応ね、どういう風に動くかは見てたんですけど、でもね、実際一人でやったらね、わかりやすかった、雷が来るパターンとかね。光ったところに立ってるといけないってことね。ヤギさん、ナイスショットです。16.8 か。これも直ドラで行くしかないですね。ああ、バンカーの方に向かってる気がする。ああ、よかった。ズボッと行かなきゃ大丈夫。ガクさん捕獲なのに討伐しちゃったパターン的なやつ。あ、そうだったのか、捕獲だったのかな。なんかね、両方、あ、違う。罠仕掛けたら、なんかね、落とし穴も、痺れ罠も効かなかったんで、バシバシ倒しちゃいましたね。とりあえず。あー、とトニーガンですね。打ち出し完了。ナイスショット。パイン難しいですよね。こっちだな、多分。76。あ、強いかな、これ。あ、大丈夫だ。あ、大丈夫じゃない。大丈夫。ヤクさん、罠は効かない。あ、やっぱりそうなんですね。そう。あのね、失敗したのかと思って、痺れ罠の後に落とし穴仕掛けたんですよ。そしたら、虚しく二つともかわされるっていうね。あ、惜しい。皆さん見れてないからね。あ、なるほどですね。すみません。芋味の察しが。トニーガンですね。まず一つ。あれ、キリンさんって、あれ、捕獲ってできないっていうことになるんですかね、そうすると。あ、今日雨だから、雨でバックだから、これ、ショートカットできないですね。こっちから行きましょうか。ナイスショット。ナイスショット。やるな。うまいな。おっと。ギリギリ。あ、なんか二打目きつそうだな。今、ピンの方向ブラインドになってましたね。ナイスショット。さすがだ。
ヤギさん、ナイスショットです。もともとパー5なんだ。結局でも2打目これ、ドライバーで勝負かけたところで、グリーン捉えれなきゃ別に、スプーンでもいいですよね。打ち出し完了。確実なフェアウェイキープですね。リーダー、ナイスショットありがとうです。モンスターは次回、あれですね。ゾラ、マグダラオスの、打ち出しなん完だっけ了。な。また、追いかける感じのやつかな。とっ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 と。ポニーガンですね。右に垂れてるから、ここでいいかな。さてさ。大きい気がする。今日ね、芋電卓がね、大きめを弾くんですよね。ああ、大丈夫だ。大丈夫だけど、パター怖いな。横ザザザがすごそう。ナイスショットありがとうです。いや、でもね、モンスターここまで、できるとは思わなかったですね、芋みもね。体験版の時にボルボロスに、ボロボロにやられたので、もうね、早々に助け舟出して終わりかなと思ったんですけど、それかね、購入を迷ってたぐらいですね。買おうかどうか。惜しい。アプローチ成功。あらら、入れて勝ちとなります。狙いに行け。できるよ。スライスです。これすごいな。横ザザザが。ナイスバーディー。へい。ナイスバーディー。すごかった。右肩上がりです。さあ、なんとか2つですね。12番ホール、パー3となります。お、やんだかな？雨やみましたね。お、入るかな？あ、惜しい。惜しい。自分で打っちゃおう。惜しい。ナイスショットありがとうです。打ち出し完了。ナイスサイン。ヤギさんナイスショットです。バーディーチャンス。このコスチュームってありましたっけ？みんなのゴルフで。そういえば。ま、ナイスインです。マイ。すごい華やかなお洋服ですよね。
雨が止んでるうちに打ちたい。雨が止んでるうちに打ちたいですね。ショット成功。ナイスショット。あ、よかったよかった。ヤギさん、ナイスショットです。あ、降ってきた。このぐらい狙って左から回しましょうか。15点差。ナイスショット。あらららら、ら出寝て花道が良かったですね。大丈夫。ああ、あんな足りなかったんだ。もっと危ない。これを決めたいとこですけど、この辺かな。7683.5。この辺かな。強さがわからん。ああ、曲がってこない。強さ良かったですね。ナイスショット上手。ナイスショットありがとうです。ファイト。ヤギさん慎重にですね。トニーガンですね。うまい。うまい。ちょっとソフトタッチも怖いですよね。右がドーミーですね。14番はどんなとこでしたっけ。あ、はい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 。でも思いっきり打ってもどうかな。ちょっと一応警戒しとこうかな。ショット成功。バンカーまで下っていかないと思いますけどね。雨も降ってるし。ああ、意外と飛んでる。よかった。パワーつけてたら危なかったですね。ああ、結構じゃあ、傾斜下ってるっていうことなんですね。おもやさん PS プラスで GTA 5が安くありましたので買ってしまい、おもやも頑張っております。ポールさんたちが、
ヤミさん、ナイスショットです。また、クリボッチ、またっていうか結局やらなかったんですけど、クリボッチ GTA をやるように言ってましたね。ああ。ナイスショット。皆さんオンラインをやってるのかな？ストーリーをやってるのかな、まずは。ああ、ちょっと。トニガンですね。だいぶ強く打っていいのかもしれないですね、ここね。あ、しかもあんなとこまで戻されてる。ここから打ちなさいゾーンが、だいぶ手前だな。おっとっとっと、やだ、ナイスショットです。パワーゲージ要注意です。カモン。これ思いっきり打っても良さそうですね。もう今、オンラインオンリー。あ、そうなんですね。あ、惜しい。ナイス。惜しかった。ヤギさん、惜しい。ありがとうです。右流れてっちゃうの怖いですね。ヤギさん、慎重にです。イモミを7月26日に発売するテニスのゲームですね。それでちょっと、ガチ勢とやらを目指してみようかと思いますね。ミンゴルはなんかね、ヤギさんナイスショットです。これは、全米感動ですね。ミンゴルは、割とエンジョイゴルフですね。で、ゲームも少し、なんていうのかな、上達してきたような気がするので、最初の頃よりはですね。で、テニスはね、中学校の時にソフトテニス部に入ってたので、少しね、ルールがわかるんですよね。初のガチ勢を目指してみようかなと思ってますね。ストイックな練習ですね。もう皆さん無慈悲な世界ですね。なんか歩いてるだけで打たれますよね。グッドショット。ナイスショット。280ヤードフルショット。ちょっと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 。しょぼんね。この辺に止めれたら最高ですけどね。この山を使って。ナイスショット。同じ結果になっちゃうかな。あ、いい感じかな。乗りました。あ、止まった。難しいですね、雨ね。この後のパターもすごいデリケートですよね。湖に向かって打たなきゃいけないから。ナイスショット。おっと。ネギさん、トニガンですね。トニガン、トニガン。ヤギさん、ナイスショットです。あ、一緒じゃない ?6.7。ちょっと右ぐらいかな。
強いかな。あ、強い強い強い。ちょっと待って待って待って。止まって。大家さん確かにドライブしてても、ロケットランチャーで撃たれる。そう。あのね、兄にプレイステーションもらって、で、芋煮もできるんですよ。で、一回ね、やり直し。やったらね、試しに。歩いてるだけでね、銃で撃たれて、何これと。何このゲームと思って。なんとかかんとかですね。買ってましたですね。第1戦、対戦、ヤンギさんですね。対戦ありがとうございます。とても楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。こちらこそです。ありがとうございます。で、結構あの、オープンボイチャットで、あれですよね。ヤギさん対戦ありがとうございますです。オープンボイチャット。